さあ、じゃあ縦の辺に行こうか。妙な動きをしたら容赦はしない。もうちょっとしたら、多分ジャックが来るはずなんだけど。銃を震わしてますね。過去のトラウマをね、えぐられてるからな。あ、ちょっと変わってる。あの時の映像。あの時発砲していなければ、琴音は死ななかったのかもしれない。お前が友人の人生を変えてしまったのだ。なぜ犯人への説得を試みなかったのか。理由はわかっている。それは琴音を愛していたからだ。大輔の妻になってもまだ琴音を愛していたからだ。自分の力で彼女を救いたいという思いが極限状態での判断を鈍らせてしまった。立野くん、私といると楽しくない？楽しくないか。楽しくないわけはなかった。立野は琴音といると心が安らいだ。しかし、付き合いが深くなればなるほど心がかき乱されることが多くなった。幸せの形がわからない人間に誰かを幸せにできるわけなどない。できることなら琴音にはいつも笑っていてほしかった。それにはそばにいる男が自分であってはならない。複雑な心境だな。もう二人で会うのはよそう。あ、これ付き合ってる時の話か。嫌いで別れたわけではなかった。人の温かい気持ちを求めていたからこそ、それを失うことへの恐れもまた強かった。不安だったのだ。琴音に愛情を求めすぎてしまうのが何よりも怖かったのだ。これ多分琴音と鈴音の女優さん一緒だよね。めっちゃそっくりだもん。俺は、私を殺してもいい。しかし私がアルファルドではなかったらどうする？お前はまた取り返しのつかないことをすることになる。取り返しのつかないことは。そうだ、それでもいいのか。よくない。俺はもう、同じ過ちは。全身がバラバラに砕けそうだった。その場に座り込んで子供のように体を丸めたかった。だからお前に人は撃てない。俺に人は撃てない。撃てます。泣きながら加納は銃口を向けてきた。どんな状況でも守るべきものを見失わない刑事に成長していた。忘れるところだった。最後まで加納に敬礼されるような刑事でいると心に誓ったではないか。立野はもう一度銃を構え直した。無理をするな。お前に人は撃てない。カナンが子供に言い聞かせるように言う。撃てる。守るべきものがあれば撃てる。出来の悪かったあいつが俺に教えてくれたんだ。ジャック早く来い。しかしすぐに立野はカナンとの力の差を実感した。カナンの全身からは死のオーラが吹き出している。場数が違うからな。100%殺される。それでもカナンがパスワードを聞き出すまではなんとか時間稼ぎをせねばならない。この相手を前にしてそれがやれるだろうか。いや、やってみせる。刑事として、人として、命に代えてもやらなければならない。たとえ背負ってきた罪が清算できないとしても。携帯で大沢に電話をかけながら電気店を出る前のジャックの顔を思い出した。どうやらビールで乾杯する約束を果たすそうだ。可能です。パスワードが分かりました。お、本当ですか。大沢健二が上ずった声で聞き返す。今から言います。いいですか。 59FBAI4QL1。 その視線をアルファルドは苦々しい表情で受け止めていた。本当にそのパスワードで合ってる？開いた！開いたぞ！お、本当だったのか。ふん。
私を捕まえて女一人救ってそれで満足か。殴られた痛みを忘れる日本人らしいのんきな考え方だ。これからも血は流れ続ける。世界中の至るところで女、子供、老人関係なく血は流れる。なぜなら絶対的な正義が我々にあるからだ。ああそうかい。ぶん殴った。まったくめちゃくちゃだな。お、クセじゃん。クセさん。彼は申し訳なさそうに頭を下げた。アルファルドを逮捕したとはいえ、それはマリアを隔離するという命令を無視しての結果だった。すみませんでした。でも俺もういい。事件を解決したのはお前だ。褒めてやる。カノはもう一度深々と頭を下げた。あ、それからな、カノ。はい。カノが頭を上げるのを待ってクゼが言った。笹山の意識が戻ったぞ。笹山さん、助かったんですか？よかった。本当によかった。これでプレゼント渡せるじゃん。カノはアルファルドを立ち上がらせると自分にかけた手錠を外した。そして改めてアルファルドの左手に手錠をかけた。ガチャリと小気味い音が響く。終わった。これで全てが終わった。終わってないですよ。終わってないですよ。この後あれでしょ？向こうのあっちに向かって手振るんでしょ？まるで似てないはずなのにな。カノー、お前が一瞬立てろにダブって見えた。そうですか。カノーにとってそれは最高の褒め言葉だった。いつか本当に盾のような刑事になりたい。いや、なってみせる。それまでは絶対に途中で投げ出したりはしない。たとえどんなに長い道のりだとしても。何気なく空を見上げた。街のあちらこちらでネオンが灯っている。それはいつもと変わらない渋谷の風景だった。これ終わるか？もしかして終わる？キープアウトかい。終わると見せかけて、まあまあまあ。っていうか、あれだよね、カノーとアチは物語の主軸みたいなとこあるから、そんな簡単に終わんないよな。じゃあ、アチ編かな？電話したとこだね。この続きをアチ編から見てみましょう。アチ側視点でね。相手はジャックだった。うん。でとりあえず、人目の携帯電話の電源を切れっていう風に言われるんだよね。まだ事件は終わっていないというのか。なんでどういうことだよ。わかった。それでどうすればいい。まず瞳の携帯の電源を切れ。携帯の電源？なんで？本気なのかふざけているのかわからない指示だった。おそらくその辺に爆弾が仕掛けてあるはずだ。爆弾？そう、それはね、偽物なんですよ、アルファルドは。あの本物のアルファルドは一体誰なのだ。混乱してますね。それから爆弾を探せ。アチの頭じゃ考えても意味ないと思います。携帯の電源切って早く。刑事さん。アチは大声でカノーを呼んだ。カノーもこちらに気づいたようだ。刑事さん、そいつはアルファルドの替え玉だ。替え玉？この距離で聞こえてんの？ジャックからの連絡なんだ。本物のアルファルドは替え玉と瞳を爆弾で一緒に始末するつもりだ。そんな大声でさ、爆弾とか言ったらさ、周囲ざわつくでしょ。慌ててカノーが、偽のアルファルドを問いただす。瞳と一緒に始末するつもりだったのなら、それなりに威力のある爆弾のはずだ。つまりそれほど小型な爆弾とは思えない。爆弾が隠せそうなところ。どこだ ?109 か。ツタヤか。ツタバか。アチ君、この男を見ててくれ。おかしな動きをしたら遠慮なく殴っていい。オッケー、わかった。アチが、可能から替え玉の男を引き取った。遠慮なく殴っていい。油断してはならない。その間に可能が瞳の体を調べていく。身につけているアクセサリーを全部自分で買ったものですか？ええ、ほとんどは。そういえばその服は、あ、昼間に買ったんです。着てたの破れちゃって。そうですか。ひとみさん、その携帯電話を渡してください。そいつが爆弾です。
あ、ダメ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 。電源入れちゃダメだよ。どうしてだ。カノアがいぶかしに聞いてくる。ジャックが言ってたんだ。人目の携帯の電源を切れって。どうやら瞳の携帯電話が爆弾だったようだ。でもあの爆弾は、爆発は瞳の携帯からだったのか。もし瞳が携帯電話を持ってこなかったらどうなる。この場所で爆発は起こらないという、いやでも携帯ぐらい持ってくるんじゃないか。普通に考えたら瞳の携帯電話がなくても替え玉と瞳の両方始末する方法、まあまあ考えててもおかしくないか。アルハルドならアチにしては冴えてんな。カノアが電話を切るのを待ってアチは聞いた。え、どうすりゃいいんだ。いつどんな状態で爆発するかがわからない。とにかくこいつはここに置いてみんな離れるんだ。カノが携帯電話を地面に置いてその場を離れようとする。アチも替え玉の男を引っ張って後を追おうとした。あれ、マジ防げなかった。人目の携帯電話の電源を切ったままだ。なんで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 、何か別のものが、なんか遠くから爆発の爆風みたいなのが来てたよな。え、どこが爆発してんのこれ。いやーもうわかんねえ、むず。普通のなんか急に普通のバッドエンド来た。爆弾が爆発する。あ、これか。こっから可能いけるんじゃね。これだ。ああ、忘れてた。こんなとこにあんの。めっちゃ探したわ、もう。むずいんじゃ。それはいつもと変わらない渋谷の風景だった。携帯電話が鳴った。着信画面には舘野の名前が表示されている。カノはすぐに電話に出た。舘野さん、どうしました？すぐに大沢瞳を保護しろ。アルファルドの狙いは大沢瞳を始末することだ。急げ。あ、はい。呼んでる。替え玉？ここあっち辺で見たとこだね。だからこの距離で叫んだら絶対周囲の人ざわつくって。しかし爆弾なんて一体どこに？爆弾物処理班、爆発物処理班、至急呼んでちょうだい。駅前のスクランブルよ、急いで。カノは焦った。ジャックの言葉から考えればこの近辺に爆弾があるはずだ。おい、爆弾はどこだ。何の話だ。パスワードを話したんだ。これ以上隠し事をする意味はない。本当に知らないんじゃないか。もう言う必要がないか。アルファルドならどうする。どうしたら替え玉と瞳の両方を確実に始末できる。そのためにはどこに爆弾を仕掛ければいい。なんか瞳説だったけど違うっぽかったから替え玉じゃない。こいつ自身に仕掛けてるんじゃない。アチ君、ケースを調べてくれ、急いで。なるほど、アタッシュケースも可能性あるな。動くなよ。何も出てこない。やめろ、爆弾なんて持っていない。黙れ。そう思った時だ。刑事さん、あった？あったっぽい。そんな、アルファルド、どうして？リーランドの声、あ、聞いてた話と違うみたいな。クッククク。急にリーランドは引きずったような笑い出した。信じるということは人を盲目にする。こんなたわいもない仕掛けを私が見過ごしてしまったなんて。早く俺を連れてここから離れろ。そいつは C4。待って、さっきどっかで見たな、C4。なんか、拳銃の説明で C4 って出てきた気がする。軍事用の高性能なプラスチック爆弾だ。その大きさでもこの辺り一面吹っ飛ぶぞ。その男を離すな。進むの合図で KOK のメンバーたちはリーランドを地面に押さえつけた。これが C4 か。その中央には起爆装置らしきものがあった。爆弾処理に関して詳しいわけではない。研修の時に基本的な指導を受けただけである。
そんな知識でも明らかに目を引くものがあった。マイク、なんか音を拾ってるってことか。刑事さんよ、それでこいつは爆発するのかしないのか。でも瞳の携帯電話を電源切っててもらったから、あの音楽じゃないってことか。反応するのはおそらく何かしら決まった音で爆発する仕組みになってるんだろう。決まった音？そうか、瞳の携帯の着信音だ。それでジャックを俺に電源を切らせたんだ。それじゃあ大丈夫なんですね。着信音だけかな。もう一本コードが爆弾の下に伸びていた。静かにプラスチック爆弾を渡しケースから剥がしてみる。あ、次元装置もある。音だけじゃない、次元装置も仕掛けられている。瞳の携帯の着信音で爆発する。それこそが瞳と替え玉を同時に始末する方法だった。その上アルファルドは着信音による軌道が見破られる場合も想定し、保険として次元式でも爆発するように仕掛けておいたのだろう。1分50何秒。いや、これは厳しいな。避難させるしかないな。ダメだ。アチがアタシケースを抱えて座り込んだ。何してるんだ。みんなが避難するまでは誰かがついてなきゃなんねえだろう。刑事さんは早くみんなを避難させてくれ。避難ができたら俺も行くよ。そんなわけに行くか。あんたはみんなを助けなきゃダメだろうが。アチの言葉にカノンは下唇を噛んだ。確かにアチの言う通りだ。これだけ人が集中したな、密集した中で爆発が起きればどれほどの被害が出るか。今できることを一刻も早くしなければならなかった。もう1分10何秒だよ。みんな爆弾だ、ここから離れろ、早く離れてくれ。しかし周囲の人々はカノーたちの声に耳を傾けない。いや、そんな信じないよな。アチ君もういい、爆弾置いてこっちへ。アチさんこっちに来て。何やってんだアチ。そんなことしても意味ないぞ。まさかアチさん足が。足ってなんだ。ついさっき鉄パイプを蹴り飛ばして。なんてことだ。動こうとしないのではない、動けないのだ。バカ野郎、なんでそんな足で。今から助けに行ったところで間に合わないかもしれない。可能は、いや、走り出さずにはいられなかった。アチはバカな男だ。勝手に守られて、勝手に命を張られて、それで助けられた方がその後どんなに辛い思いをさせられるか、アチはそれを分かっていない。そいつを分からせてやるまであの男を死なせるわけにはいかなかった。カノーはアチの肩口を力任せに掴んだ。ケースを離せ、早くしろ。何やってんだあんた、なんで来るんだよ。いいから来い、早く逃げるんだ、今すぐ逃げるんだ。ふざけるな。一人じゃ動かん、俺を殺したくなきゃお前も来い。くっ、バカ野郎。アチの手から一瞬力が抜けた。すかさずケースを引き剥がすと、カノーはアチの腕に脇に腕を差し込んだ。あと50何秒。爆発がどれくらいの規模なのかは分からない。しかし辺り一面吹っ飛ぶというリーランドの言葉には絶望的な響きがあった。息が続く限り、足が動く限り走るだけだ。アチさん、どうなる。一瞬だけ白い光を感じた。今は全てが闇の中だった。アチがどうなったかは分からない。そして自分がどうなったのかのさ、どうなったのかさえも可能には分からなかった。え？マジ？マジでダメなの？嘘でしょ？多分だけど、アチが堅くなにアタシケースを守ろうとしたから間に合わなかったんであって、多分ね、アタシケースを抱く抱かないみたいな選択肢が出るはずだから、それで、なんか抱かない方を、選べば、間に合うんじゃないかな、避難が。
よく調べよう。裏返す。小さな金属音がした。中は空なのに金属が擦れるような音がする。まさか。ありましたね。これだ。あった、これだ。私としたことがみたいな。みんな同じ場所にいるから、なんか同じ会話見る機会が多いな。後半早く俺を連れてここから離れろ。そいつは C4、 軍事用の高性能なプラスチック爆弾だ。あたり一面吹っ飛ぶ。マイク。うん、音には反応するんだけど次元装置もあるんだよな、いうとこもさっき見たんだよな。だって同じとこにいるからね、二人ともね。だいぶ今日一日で成長したよね。最初はもうなんかいかにも新米刑事って感じだったけど。いやー、爆弾処理班間に合わないよな、これ。逃げよう逃げよう。でも被害をゼロにはできないよな、これ。みんな血液なんだとあちゃは思った。そして俺はそんな町の赤血球だか白血球だかに言ってましたね、そんなこと。あちくん、そいつをそこに置いて逃げろ。ダメだ。え？選択肢ないの？嘘でしょ？それは想定外なんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、待って待って、こんなシーン見てない。こんなキュンキュンするシーン見てない。瞳、お前も逃げろ。どうして？どうしてこんなことまでしなきゃならないの？涙ぐんで体を震わせていた。いいから早く離れてくれ。嫌だ、絶対に離れない。一度言い出したら聞かないことは今日一日共に過ごしてみてよく分かっていた。瞳、頼むよ、一生のお願いだ。わかりました。それじゃあ一つだけ言わせて。私もっとアチさんと話をしてみたい。もっとアチさんのことを知りたい。だからお願い、死なないで。心配いらねえって。みんなが離れてくれたらすぐに俺も避難するって。すぐ KOK の連中でこの辺の人たち避難させてくれ。はい。ビシッ。1分19秒、1分18。みんな聞いてくれるかな。カノモがアチに向かって叫んだ。アチくん、もういい、爆弾置いてこっちへ。57、56。もう逃げた方がいいって。だったらせめて爆弾の威力を弱めよう。そうなっちゃう。何やってる、早くこっちに来るんだ。カノモが絶叫。あ、カノモに飛びる。でもこのままだとバッドエンドだよな。ごめんな、スズネ。もう見舞いに行けそうもねえや。でも許してくれるよな。俺、お前の言う通りに最後まで頑張ったぜ。途中で投げ出したりなんかしなかったぜ。だからさ、お前も絶対病気に負けんなよ。絶対に負けんなよ。お、ケースを離せ、早くしろ。いやでも変わんないんだよな、これ。ふざけるな。この会話もしたんだよ。でも間に合わないんだよ。
この世の最後に耳にしたのが彼女の声でよかった。アチは、そう思った。むずい。むずすぎる。